はい、NHK をぶっ壊すということで、令和5年2023年の、3月16日ですね、ちょっと浜田君が今議会に総務委員会の方に行っていますので、もともとね、僕ここ403号室僕が主だったんですが、70日だけやって浜田君に席を譲っているんですが、まあ浜田君の動画見てる方はこのだるまとかイメージあると思いますけど、まあ浜田君の部屋から撮ってます。で、まあ先ほどライブの方で、まあ45分くらいかけて細かく説明しましたが、まあガーシーに逮捕状が出たことで、多くの方が心配をしたりとかされてると思いますが、まあわかりやすく言うとですね、まあガーシーは逮捕されません。逮捕状が出ても逮捕されません。で、わかりやすく言うとこれね、カルロス・ゴーンさん。日産のあのカルロス・ゴーンさん、逃げましたよね。なんか楽器かなんかの中に入って3年ぐらい前ですかね、あれね。うん、未だに捕まってないでしょ。これがほぼ答えです。まあ日本の警察はアメリカが、支配しているような国に行くと結構ね、フィリピンなんかは捕まえれるんですよ。まあアメリカの、まあ簡単に言えば日本って仲良しですから。ところが、まあドバイ、まあ、UAE ですね、アラブ首長国連邦や、あその人はベイルートだったかな。カルロス・ゴーンさんは。要は、アメリカの影響力がない国っていうのは、日本の警察がいくら逮捕したいとか、捕まえてくれって言っても無理です。これは。まあ一番わかりやすいのが、まさにカルロス・ゴーンさんの例を出せばわかりやすいと思いましたので、例を出させていただきました。それはね、カルロス・ゴーンさんとガーシーの罪を比べたら、圧倒的にカルロス・ゴーンさんの方が罪が重かったと思います。逮捕も、ね、現にされて、まあ逃げ出したわけですよね。脱走したというか、保釈中に、まあ海外に逃亡したっていうことなんですけど、まあもうこれまさにもうどうしようもないし、手も足も出せない状態で、どうなるかというと、カルロス・ゴーンさんがこの後、お亡くなりになって事件が終わると。まあさすがに日本に戻ってくることはないでしょうからね。で、ガーシーも同じで、まあさすがに日本に戻ってくることはしないと思います。ガーシーが日本に戻ってくるんだったらもう昨日までに戻ってきてですね、不逮捕特権を使ったと思いますから、もうガーシーは二度と日本に戻ってこないと思います。で、日本の警察がドバイに行って彼を捕まえることもできないということで、このまま、事件はガーシーが死んで終わりと。まあ別に死ぬっていうのは病気とかね、そういう事故とかで、いわゆるもうこれ以上何も、これ以上死んでありません。っていうのが、僕の見方です。もちろんね、日本の警察がドバイに、政府がドバイに、まあお金出して、ドバイがもうお金で、ひっくり返る国じゃないので、まあやっぱりちょっとドバイっていう国は日本のこういう経済犯、もうドバイは政治犯だと思ってると思うんで、引き渡すことはもうないです。僕さっきライブで 90% と言ってましたけど、99% ないです。ガーシー捕まることはないです。で、ガーシーのライブっていうのはこれからもドバイから見れると思いますから、その辺は心配なさなくても大丈夫だと思います。で、まあ次回の選挙に出れるかっていうと、この後日本国の国籍を失う可能性が結構高いので、次の選挙に出れるかっていうと、ちょっとそこは保証できないです。まあ僕は出てほしいと思うんですけども、二つの国籍が日本の場合持てないので、なかなか厳しいのかなと思ってます。以上です。外人に逮捕状が出たけども、これはカルロス・ゴーンさんと一緒で捕まらないというのが僕の答えです。ということで以上です。NHK をぶっ壊す。